では実際にこの点検表を使ってブロック塀を点検してみます。まず建築後の年数ですが、建物と同年代ですので昭和50年代にできたものになりますので20年以上経過しております。高さの増し積みはありません。で、使用状況ですが、塀単独では使用しております。塀の位置ですが、塀の下に擁壁等はあります。塀の高さですが1メーター13センチです。続いて壁の厚さですが10センチです。で、透かしブロックはありません。で、鉄筋ですが、方位磁石を使って確認します。で、継ぎ目付近で方位磁石が反応しておりますのでここには鉄筋が入っております。控え壁ですが、高さが1メーター20センチ以下ですので控え壁はここにはありません。で、続いて笠木ですが、このブロック塀には笠木はございません。以上で基本性能の点検は終了です。続いて全体の傾きですが、マイナス 0.5 度と出てますので傾きはほぼないため傾いていないと判断できます。続いて、ひび割れですが、こういったあたりにはひび割れが発生しておりますのでひび割れはありという形になります。続いて、損傷ですが、一番上の部分のモルタルの鉄筋部分が損傷しておりますので、ここは損傷ありという形になります。で、著しい汚れですが、見ていただいた通り、特に際立った汚れはないですので、ここはなしという形になります。外観係数については最低の 0.7 という形になります。続いてぐらつきです。力を加えても動かないのでぐらつきはなしです。で、続いて転倒防止等の対策の状況なんですが、特に後で対策を施していませんので、なしという形になります。以上で点検は終了です。それでは以上から総合評点を算出します。まず基本性能値は、点検結果の合計値の85点になります。外観係数は0.7、 体力係数と保全係数はそれぞれ 1.0 になります。よって基本性能値に係数をかけた値が総合評点となり、今回の場合は 59.5 点となります。で、最後に判定ですが、 59.5 点は55点以上70点未満となりますので一応安全ということになります。